いの皆さん、こんにちは。秋葉原明弘です。今日はね、大阪メトロは長井に来ておりまして、ここは長井公園の入り口ぐるーっと回って、あの向こうが長井公園でございます。ということで今日は長井公園に何しに来たんやだね。ちょっとあそこに明かりがついてると思うけど、私お肉大好きやから肉フェスやっております。今日がね、2019年4月の27日の土曜日やねんけれども、今日めちゃめちゃ寒いね。風も吹いてるしさ、なんていうの、2、3日前なんかめちゃめちゃあったかかったんやけど、今日ちょっと寒い中ビールを飲んでお肉を食べたいと思うんで、早速行ってみよう。ということで、今さ入り口入ってきたわけなんだけど、今日寒いからか知らんけど、めちゃくちゃ人少ないわ。見て見て、こんな感じで広い広場の、これ右かこっち側多分ステージだと思うね。で向こう側が多分お店あると思うんやけどね。で真ん中に食べるところがないんやな。なんかこの辺が食べるところで、ちょっとどんな感じかいつもと違ったような感じだけど、こんな感じだね。ちょっとうろついてみよう。つうことで今入ってきてね、奥まで来たんやけど、やっぱりそうやわ、入ってね、この右側がこういうテントがある席ばっかりしかないわ。ほんでその席の奥には、ああいうちょっとしたステージみたいなのがあって、まあ今何もやってないんやけど、ほんで入った左側がこうやってずら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 ーってこのお店が並んでる、あんな感じで。ほいでここはね、入ってすぐ左っかでチケット制になっとって、チケットが1枚700円やったわ。で700円のチケット1枚で食べれる、なんていうの、フードが買えるもんもあるし、2枚必要なもんもあんねんて。で飲み物については現金で買えるから安心してくださいということで、とりあえずチケット何枚か買うてきたんで、飲み物と食べ物買いに行ってみよう。とりあえずさ、お肉買いに行く前に、ここにお姉さんのところでこういうモルツ売っとったんで、モルツいただきます。お願いします。はーい。打つって大丈夫？はい、全然大丈夫です。打つって大丈夫やって。はーい。ありがとうございます。はーい、いただきました。ビールでまず乾杯。はーい。うめぇ。次行ってみよう。私に持ってこいの見つけた。牛タン、牛タン、これこれ、塩麹漬けの厚切り牛タン、これ行ってみよう。つうで、私の大好きな牛タン、ここ、はい、このな、イケメンの兄ちゃんがおったからここ来たんやけど、はい、今店員さんに聞いたら、なんか去年も私来たらしいわ。いや、牛タン好きやからね。牛タン1人前お願いします。はい、ありがとうございます。つうで、出来上がったらしいわ。これ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 、あれどれ、これ、いたこれです。これです。行ってきましょう。ということで、ね、やってきました私のですね、牛タンでございます。まずは牛タン、こんな厚切りでございます。いっときましょう。うん、ほんまに厚切りの牛タンやわ。なんでよ、大きさ小さいんかな思ったら、すんごい分厚く切ってるから、うまいうまい。でもこういうところでさ、さっきも言ったように、チケット一応700円で、安いやつは買えんねん。でそれなりのやつはやっぱ1400円、チケット2枚いんねんけどね。やっぱりこの牛タン1400円、2枚いりましたわ。ということで見とったら、700円で買えるやつもあるけど、やっぱほとんどが美味しそうやなってやつ、やっぱ1400円、チケット2枚いるわ。ということでビール、うまいね。ということで、ね、牛タンじゃんじゃんいっときましょう。こんな感じでございます。いっときましょう。うん、ほんまに大きさ自体は、全体の大きさ自体はそんな大きないけど、めちゃくちゃ分厚いわ。うん、適度な塩味が効いとって、うまい。でもさ、冒頭でも言ったように、今日一応4月27日な、めちゃくちゃ寒いで。これ見ても分かるように、ほんまにこの中に何のあったかいやつ着てるぐらいやから、ほんま寒いからやろな。お店の人も言ったもん、めちゃくちゃ人少ないですわ言うて、その寒い中にビール飲んでるからね。うまい、うまいけどちょっと寒いな。そういうことね。牛タンのこの何て言うの、ネギを挟んで
このダブルで行くか、こんな格好で挟んだったメリー。うん、夜の7時ぐらいやねんけど、だんだん人が増えてきたけど、それでも全然人少ない。寒いからかもわからんけど、ひょっとしたら前までね、肉フェスで一番最初京セラドームかなんかやってで、その次はどこやったかな、去年も長いやってたんやろか、なんかコロ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 場所変わるからあんまよう分かってないんやけど、でなんせ今年は長い公園で肉フェスになったから来たんやけどね。でもうん、ほんま、なんていうの、人が少ない、こんな少ないと思えなかったわ、ビール。うまいな、このでも、牛タン、ほんま、大きさ自身はそんな大きくないけど、めちゃくちゃ分厚いから、食べ応えバッチリ。うん、ちょうどかすかに聞こえてる後ろで、なんかさっき言うじゃん、ライブ会場みたいなところでなんかライブが始まったみたいな。ちょうどで牛タン終わったしビール浮かんだけど、入ろうだ。ちょっとまだ牛タン以外にもなんか買いに行こう。ちょうどで飲み物売ってるところいろいろあんねんけれども、なんかねソフトドリンクとかちょっとなんていうの、チューハイ系とかそんなんが多いから、またビールさっきのお姉さんとこ買いに来た。またビールおかわりしに来ました。お願いします。何番ですか？600円です。はい、お願いします。いただきます。ビールってここしかないの？なんか他ってさ、なんかカクテルみたいなの多くない？そうです、ここはビールだけです。なあ、ここビールおすすめ。可愛いお姉さんいてるし。あ、来ました、ありがとうございます。いただきます。うまい。はい、つぶで次行ってみよう。はい、楽しんで、行ってきます。つぶで続きましては、お肉って言ったらこれええんじゃん。これこれ、ソーセージ、ソーセージ。つぶでソーセージ行ってみよう。できました、こんな感じ。行っとこう。つぶでソーセージ、ソーセージ。ということで、ソーセージでございます。私大好きなソーセージね。あっこ、うまっ。これなんていうの、めちゃめちゃ山椒が効いてる。食べた瞬間、熱いんだけど、山椒の香りめちゃめちゃふわってきたわ。うまっこれ。このままピリ辛、うまいな。ピリ辛で熱々の太いソーセージ。今ちょうど前でなんかコンサート、なんやろ、なんかロックフェスかなんかやってはるわ。かすかに音聞こえてると思うけど。で、うまいな、このソーセージ。やっぱうまいね。うん、こっちの、こっちのソーセージはどんなんや。こっちちょっと白いね、白い感じ。いっとこう。うん、うん、こっちはちょっとハーブの香りがするな。うん、うまい。ちょこっとマスタード、マスタードこんな風につけて、うん。やっぱりさ、さっきの牛タンも肉厚ごつかったけど、何よ、まあ他のね、全部の店は行かれへんから何とも言われへんけど、行くとこ行くとこ行ったらやっぱり
それなりの商品出てくるわ。まあ、ただ若干やっぱりねグルメフェスやから割高いのはあるけど、これは知らないわね。だからこういう野外で食べるあの何ていうの肉、うまいうまいはいいんやけど、今日はほんまに寒いからねビールちゃうわ、ソーセージ、うん、うまいけど、ほんまに予測を反する人の少なさ、まあ人の少なさも当然と言えるほどのこの寒さほんまに中にさヒートテックみたいなの来て、ほんでこんなんやからね、たまらんわ。これで見る、うまい。続きまして、やっぱり肉フェスやからさ、ステーキとしゃぶしゃぶ、これ行ってみようか。ここつまりここさ、めちゃめちゃ可愛い人とイケメンのスタッフがいてね、こんな感じで皆さん頑張っております。はい、ありがとうございます。いただきました。こんな感じでございます。つまりこれがステーキと焼きしゃぶやな。ではでは、まずはこっちの、これがステーキの肉か、こんな肉、これいっとこう。うん、うまい。あのレア的な感じで、たたきみたいな感じがうまいな。最高のビール、うまい。それでこれが焼きしゃぶの肉か、こんな肉出てきたぞ。これいっとこう。これはまた柔らかいお肉やわあの何ていうの、そんなにごつくないあの肉で、薄いお肉やねんけど、ほんまに何ていうかな、薄い肉のレア肉食うてる感じでたまらんな。これでビール、うまいな。ということで、ね、最後のお肉でございます。ダブルでいってみましょう。うん、うまい、うまい。リア肉の感じうまいな。一番最初に食べた牛タン買って、しっかり焼かれてるから牛タン食べてる感じはええんやけれども、ほんまに、うん、生肉の感じがなかったからな。この最後の生肉の感じうまいわ。ビール、はーい、でまた。ということで、ほんまに今日はさ、久しぶりの肉フェス、約1年ぶりか来たけど、ほんま楽しみにしてきたけど、もう何日か前から来ようと思ってたけど、この寒さにはびっくりやわほんまにこの寒いからやろね、人がほんまにこれ普段を予測してた感じの半分以下だから、なんていうの、スムーズに肉フェスを楽しむ人にはええかしないけど、何せ寒いから皆さん、なんていうの、着るのに温度調節気につけてくださいやということで、本日も生のご視聴ありがとうございました。で、次回の動画もお楽しみに。さよなら。